レンフェ594系機動車は TRD という愛称を持つスペインの国有鉄道、レンフェの機動車である。電化されていない地方路線の輸送改善、高速化のために導入された。車両の基本的な設計及び性能はアセアブラウンボベリスカンディア社が開発製造し、デンマーク国鉄が導入した IC3 を基本としている。導入に際しては、 TRD と呼ばれるローカル路線輸送用としてアセアブラウンボベリス・カンディア社を吸収したアドトランツのライセンスを受けたスペインの鉄道車両メーカーカフにより製造された1980年代にレンフェが導入した古い 592K や 593K と比較して最高速度時速 160km への走行性能の向上や 現代的な内装などの新しい機能が付加されている。なお、デンマーク国鉄やイスラエル鉄道などに導入された、兄弟形式の編成と異なり、連接台車装備の3両固定編成ではなく、中間の付随車を除いた、ボギー台車装備の2両単位の編成を構成する、点も特徴。一次車の基本番台16編成が1997年に、二次車の100番台。 7編成が2001年にそれぞれ導入されている。二次車は一次車と異なり、カフが開発したシビティルトと呼ばれる強制車体系車システムを装備している。このシステムは、あらかじめ曲線区間に入る前に曲線を予測し、曲線区間で車体傾斜装置を作動させて通過することが可能である。最大で5編成、重量まで並結しての制御が、 可能となっているほか、平結時は、兄弟形式と同様、収納可能な運転台と、大きな前面ホロが活用され、広い貫通路が現れる。基本番台より1編成が後に200番台に改造、編入されたほか、同じく基本番台より2編成が、カフ性の機関可変車軸を装備する改造を受け、200番台に、改版。この2編成は現在、 サラゴサイコールデリシアス駅、墓館で運用されており、サラゴサウエスカ館の高速新線とウエスカ墓館の在来線を直通する。以上の改造により、現在は基本番台が13編成、車体傾斜車,車両である100番台が8編成、基幹可編車両である200番台が2編成の合計23編成が運用されている。 2007年より23編成すべてにおいて機器更新が行われ故障発生を防ぐために機器やコンプレッサーの交換及び配置替えが開始。また2008年からは複数の編成に対し車体前面や車内の更新が行われた。ありがとうございます。